ルフィとバギーの実力比較。ワンピースファンの皆さんにコメントを聞いてみました。こんにちは、皆さん。今日はワンピースファンの皆さんにルフィとバギーの実力についてコメントを聞いてみました。ワンピースは多くのキャラクターたちが様々な能力を持っていることで有名ですが、ルフィとバギーの実力比較は興味深いものですよね。まず、ルフィについてですが、彼はゴムゴムの実の能力者であり、その柔軟性と強さは誰もが認めるところです。彼のギア2やギア4といった技は、敵を圧倒するほどの威力を持っています。一方、バギーは見た目にはおバカな印象を受けるかもしれませんが、彼は分割能力を持つ悪魔の実の能力者です。彼の分割能力を駆使して、敵の攻撃をかわすことができます。また、彼は剣術の使い手でもあり、その技術もなかなかのものです。さて、皆さんの意見を聞いてみましょう。ルフィとバギーの実力比較についてどう思われますか？ルフィのゴムゴムの能力に魅了された方もいれば、バギーの分割能力に注目した方もいるかもしれませんね。コメント欄には、ルフィの方が強い、という意見や、バギーの戦略的な能力には驚かされる、という意見が寄せられました。また、ルフィとバギーは全く違うタイプのキャラクターだから比較するのは難しい、という意見もありました。皆さんの意見は本当に興味深く、ルフィとバギーの実力比較について考えさせられるものでした。ワンピースは魅力的なキャラクターがたくさん登場する作品ですので、ルフィとバギーのようなキャラクター同士の比較は、ファンの間で話題になること間違いなしです。ワンピースファンの皆さん、ルフィとバギーの実力比較についてのコメント、ありがとうございました。引き続き、ワンピースの世界を楽しんでいきましょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。